安倍総理がご自身の政権の延命だけを狙った国民そっちのけ解散でございます。安倍総理自らが約束をした国会議員の定数削減もせず、そしてさらに全閣僚を中心に政治と金の問題も陸続として起こりました。国民の 皆さんの間にはもう政治不信が蔓延をしていると思います。アベノミクス、アベノミクスといって、景気回復の実感があるでしょうか、大部分の国民の皆さんがその実感がないとおっしゃっています。とにかくこの本格的な景気回復を成し遂げ、賃金、給料を上げて、 国民の生活を向上させるのは、我が維新の党だけだということを、この選挙戦で訴えてまいりたいと思います。